ビクター・ハリー・フユグールは、1935年、アメリカ・ミシガン州で生まれました。フユグールは浮浪者で、1960年夏、アイオワ州ズリュク郡にたどり着き、古いペンションで部屋を借りました。部屋を借りたフユグールは、電話帳に記載されている職業別の医者の欄で、アルファベット順に電話し始めました。そして、何件か電話したうち、エドワード・バートルス医師が初めて電話に出ました。フユグールは、バーテルス医師に治療が必要な女性がいることを告げました。1960年7月11日、バーテルスがフユグールが到着すると、フユグールはそのままバーテルスを誘拐し、イリノイ州まで連れて行きました。わざわざ医者を誘拐したのはもちろん強盗が目的だが、モルヒネも手に入ると思っていたようです。後日、バーテルスの遺体は州境を越えたトウモロコシ畑にて頭を銃で撃たれた状態で発見されました。数日後、フユグールはバーテルスの車を降ろうとアラバマ州に向かうが、そこで逮捕されました。当局はバーテルス殺害理由を、フユグールがバーテルスが持っていた患者の治療に使用する薬を奪うためだと考えていました。だが、逮捕されたフユグールは、バーテルス殺害を否認しました。フユグールはイリノイ州シカゴであった麻薬常習者がバーテルスを殺害し、その後、死体をミシシッピ川に投げ捨ててたとフユグールは主張しました。しかし、フユグールの発言を裏付ける証拠は一切発見されませんでした。結局、裁判でフユグールには公私刑による死刑判決が言い渡されました。フユグールはすぐに控訴するも、棄却されています。フユグールの弁護側は、当時の大統領ジョン・ F・ ケネディに、フユグールの死刑判決を変更する恩情処置をしてもらえるよう要請しましたが、フユグールの犯罪を改めて確認したケネディ大統領は、その残忍性を考慮し、要請を拒否しました。1963年3月5日、フユグールは死刑執行のため、アイオワ州の刑務所の死刑囚棟に移送されました。フユグールの死刑執行日、3月15日と定められ、10日間死刑囚棟で過ごすこととなりました。フユグールは静かに動揺もせず、穏やかに10日間を過ごしました。刑務官はフユグールが模範囚であったと述べています。フユグールは死刑執行前日の3月14日にスペシャルミール、最後の特別な食事に種入りオリーブ一つを頼み、そしてフユグールは処刑日翌日までローマカトリック教会の聖職者と徹夜で座り続け、祈りを捧げました。同年3月15日、死刑執行当日、フユグールには新しいスーツが与えられ、二人の刑務官に付き添え、我公主台に登り、刑が執行されました。フユグールの遺体は、フォート・マジソンの名前のない墓に埋葬されました。ポケットのオリーブは埋葬された後に、己の遺体からオリーブが芽生え、やがて木となり、実を結ぶことを思い描いたのだろうと思われます。フユグールの死刑執行から、同州では死刑廃止の機運が高まり、フユグール死刑執行から2年後、1965年、アイオワ州で死刑が廃止されました。そのため、現段階でフユグールはアイオワ州における、歴史上最後に死刑が行われた人物となりました。日本では死刑執行は、執行日の朝に突然知らされます。日本も以前は数日前に知らせていたのだが、現在は直前になりました。理由は事前に知らせると、死への恐怖から精神に異常をきた素人間が続出したからです。フユグールの場合は穏やかに過ごせましたが、他の人間はそうはいきません。しかし、殺人をしておいて自分の死が確実にわかると発狂するのはむしろ制裁になるのではとも思いますが。皆さんは死刑囚に死刑直前に伝えるべきか、もしくは何日に死刑を執行する、と前もって伝えるべきか、どう思いますか。コメント欄に考えを書いてくれたらと思います。フユグールのスペシャルミールのオリーブ一つは何を考えての要望なのかは憶測でしかないですが、最後に何を食べたいかと聞かれると私はよくわかりません。喉を通る気がしません。では、短いですがここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた。